コラス・リース・タビノアは、アメリカ合衆国テキサス州出身の、元プロ野球選手。日本の球場での放送名、スコアボード表示は、ニック。カージナルス時代2002年の MLB ドラフトで、ヒューストン・アストロズから37巡目で指名を受けたが、入団を拒否。ルイジアナ州立大学を卒業。2005年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから7巡目指名を受けて入団。 2008年、プル a パシフィックコーストリーグのメンフィスレッドバーズで打率337、16本塁打、74打点の成績を上げた。同年6月22日のタイボストンレッドソックス戦で5番 DH として MLB 初出場を果たした。2009年にはトレバー・ホフマンからメジャー初本塁打を放っている。2011年は、 メジャー昇格はできなかったが、AAA のメンフィスレッドバーズで28本塁が109打点を記録した。オフの11月9日には、ヒューストンアストロズと契約した。同年12月12日に、NPB の広島東洋カープが入団の行為を発表している。当時カープに所属していたブライアン・バーゲントは、カージナルス時代にチームメイトだった。2012年は、 3月30日に中日との開幕試合に3番左翼手として NPB 初出場を果たした。4月6日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で NPB 初本塁打を放った。守備でもアレックス・ラミレスの左中間への大飛球をフェンスにぶつかりながらも候補し、攻守で前田健太のノーヒットノーランに貢献した。5月8日の対阪神タイガー,ース戦では、 三打席連続本塁打を放つなど、4月、5月の2ヶ月で9本塁打を記録した。6月11日のオリックスバファローズ戦走塁、途中に足を痛め、人体と半月板損傷で登録抹消となり、以後の一軍出場はなかった。11月29日にカープと来期契約で大筋合意したと報道され、 11月30日に一度は自由契約公示されたが、12月19日に球団から契約の延長が発表された。2013年は前年の左膝手術のため開幕は2軍スタートとなった。5月18日に一軍に昇格、同日の対千葉ロッテマリーンズ戦に代打として出場し一軍への復帰を果たした。5月23日の対埼玉西部ライオンズ。 戦では2012年5月25日以来363日ぶりとなるホームランを放ちチームの勝利に貢献した。しかし14試合の出場で1本塁だ。3打点と振るわず6月14日に出場選手登録を抹消され8月13日に戦力外通告となった。2014年3月17日にアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約を 結んだ。ありがとうございます。